そうよ。東京でも猫は飼える。残されたものは寂しいぞ。猫だって同じだろう。タマはおらんかったかね。もう見てないよ。この島にはいろいろなものがありますよ。これ全部ウロジョ、みんなに助けてもらってできたんだ。これは誰も見たことのない猫と人との豊かで愛しい物語。